はい、というわけで皆さんこんばんは。いやね、急に分かったことがあるんですよね。今日この目の前にポプラがあるんですけど、まあいろいろね、昔ちょっと前までねあったんですけど、今となってはこれだけしかないんですけど、もう明日になったらこちら閉店してしまうということなんですよね。岡山市内最後のポプラとあるんですけども、まあこの他にね、まあ県北というか吉備中央町とかまだ残ってるんですけど、市内ではこんだけです。今日ちょっと行こうかなと思います。こちらですね。明日はい、というわけでポプラ弁当買ってきました。もうほんとんどね在庫なくてちょっと困ったんですけどね。ちょっと早速食べて、で中身がこちらです。こうなってます。いやね、まあこれですけどね、ほんとはおっきなやつあるかなと思ったんですけども、これしかなかったんですよね。もう中はね、もうかなりもう終わりかけというかね、もう入荷、新しいやつ入荷してくるのかって聞いたんですけど、やはりもう9時に、次の日の9時に終わっちゃうんで、もうこれがラストの弁当だということで、もう飲み物とかもなかったですね。いやー、じゃあ早速開けてみましょうかね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。本当はね、大きいやつはふりかけとかついてるんですけど、はい、こんな感じでございます。最後のポラのね、開けてタレか醤油か、大きいやつ欲しかったんですけどなかったんですけどね。まあ、なんかなったかな、鶏のなんかハンバーグ、焼肉とかタルタルソースのなんか鶏のね、そういうやつ、唐揚げとかねあったんですけど、今もうこれのなんかこれちっちゃいやつしかなかったです。ちょっといただきましょうかね。うわー、最後のね、これサバがね入ってますね。いただきます。あ、うまっ。これ炊いてない、わざわざコンビニでも今ね、だいたいもうパッキングしてあるやつを売ってるんですけど、これはね、ちゃんと炊飯器の中に入って、その、入れてくれるっていう。まあね、まだ現存っていうか、あるのはなんか、ちょっと上の方ですね。吉備中央町とか、うん。あ、美味しいよ、これ。昔は結構ね、ポプラ、岡山市内とかね、いろんなとこあったんですけどね、倉敷だったら2号線沿いとかね、あったんですけども、まあもう急になくなりましたね。やっぱお米が、もう、やっぱ全然ちゃいますね。うん。うん。というわけでごちそうさまでした。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回は岡山市内最後のポプラが閉店するということを聞いたんですけども、こちらね、改装するということですね。ポプラっていう名前は、ローソンポプラという名前になるんですよね。なかなかその岡山県では、馴染みがないんですけども、こちらですね、山陰地区ですね、鳥取とかその辺とかも、2015年からローソンポプラに転換したと
いうことなんですけど、まあ最近ではね、この広島県の方でもこのローソンポプラに変えていくという形になっているようで、やはりその関係で岡山県も今回のような形になったのかなと思うんですけども、一番ね、気になるところなんですけども、このポプラ、ポプ弁がね、どうなるんだということなんですけども、このローソンポプラの品揃えはローソンの商品になるということなんですけども、ポプラでずっと続いている商品、ポプ弁は、ずっと残ると。店頭で炊きたてご飯を詰めるポプ弁は残るということになってますね。今のこの情報では。まだその確かな情報は、わからないんですけれども、まあ、これからね、4月の29日に、こちらのポプラは、ローソンポプラという名前で営業されるので、ちょっと気になるとこですよね。はい。というわけで、ちょっとね、お知らせが遅くなったんですけど、僕もね、この今日知って、ね、行ってきたんで、もうギリギリでしたね。というわけで、ね、長い間、ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。